体提起すること自体が疲れました。罰金を設けることはどうなのかっていうのを国土交通省の方に言ったら、皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、ツイッターとあと YouTube のコミュニティ欄を使って募集した車椅子の駐車場を利用する際の疑問というちょっとアンケートを実施しました、1350件の方々からですねアンケートを書いていただきまして、その結果をちょっとお伝えしていこうと思います。なんかまたこういう話かよって思われる方もまあいると思いますし、きっとこの車椅子駐車場の問題はですね、本当に大きく大きく何かが変わらなければ永遠とあるような問題だと思います。でもだからこそ、なんでこの車椅子駐車場が必要なのか、あるのか、どう使ったらいいのかっていうのを一人一人が考えていただいて、もっといろんな人が気持ちよく使えるような環境になってくれたらいいなと個人的に思います。なぜそんなアンケートを取ったのかというと、まずパーキングパーミット制度って皆さんご存知ですか？まあちょっと名前がすごい難しいんですけど、よく車椅子駐車場、車椅子マークの他になんか妊婦さんのマークであったり、足を怪我した人のマークであったり、そういうのを見かけることもあると思います。で、これがパーキングパーミット制度で、その許可証がないとこの駐車場には止めないでくださいねみたいな感じで、もっと分かりやすくしているものなんですが、基本その許可書というのは申請して認められたらもらえるんです。で、その許可書もこうちょっと B5 のような硬いプラスチック板みたいなのが許可書になるので、車を止めるときはそれを車のフロントガラス、まあ、見えるところに置いておくっていうのが、まあ、そのパーキングパーミット制度の許可書の使い方なんですけども、その許可書というのは1枚しか配られないので、私は自分で車を運転します。なので自分の車にその許可書がついています。で、地元の空港にいつも親や家族に迎えをいただもらうんですけども、その親や家族の車にはその許可書がまずついていないんですね。車椅子の昇降場所、乗り降りする場所っていうのも空港にはないので、いつも車椅子の駐車場スペースに停めてもらって、到着口まで迎えに来てっていうことをやっていました。いつもそうしていて、初めてこの前ちょっとそういうふうに声をかけられたんですけども、私が到着して車に乗り込もうと思った時に、警備員さんというか駐車場をこう案内する係の方が声をかけてきて、車椅子マークが書いてあるような、まあ、シールであったりとか許可証みたいなのはありますかって言われたんですよね。で、親の車なのでないですというふうに私が言うと、そういう許可証とかがないのにここに止められるのはちょっと困りますって言われました。で、私はでもその時に車椅子マークのある駐車場だし、車椅子ユーザーが今現に使っているのであれば、その人のための駐車場なんじゃないのかなと思って、その疑問に思ったのと、あともう一つ、警備員さんが、駐車場の入り口の前にいてて、そこにバリケードがありました。で、その奥に車椅子用のマークがある駐車場があって、私がそこの駐車場入りたいなと思ったので、警備員さんに対して道路からね声をかけたんです。車椅子の駐車場を使いたいので、そのバリケード開けてもらえますかと。で、こう道路を挟んで、ま、大きい声で喋ってるんですけど、許可証はありますかと言われました。まあ、車椅子なんですけど許可証ありますって言って、そのバリケードを開けてもらったんですね。まあ、その時は自分の車だったので許可証はあるんですけども、これがもしじゃあ許可証がなかった、でも私は車椅子です、まあ、友達の車とかで動いていたら入れなかったのだろうかとか、なんかそういうちょっといろんな疑問があったので、他の方はどういう体験をしているのかな、どういう考えなのかなと思ってアンケートを取りました。1、必要とする人が使うのが正しいのか。2、許可証を持っていないと利用してはいけないのかという、まあ、その2つ、まあ、あとその他として、アンケートを取ったんですけども、ツイッターのアンケート評価結果が、まあ、409票いただきまして、
1に賛成、必要とする人が使うのが正しいというのが 79.5%、 2、許可証を持っていないと利用してはいけないっていうところで 12.5%、 その他が 8.1% でした。で、また、その YouTube のコミュニティの方ですね、でアンケートを取って950票をいただきました。1、2、3選同じように必要とする人が使うのが正しいというので 84% で、2、許可証を持っていないと利用してはいけないということに 9% で、その他が 7% でした。たくさんの方からアンケートを書いていただいて、そしてコメントもいただけたので、すごく私も勉強になりました。1に賛成の方々が多かったので、必要とする人が使うべきなんじゃないかというコメントがたくさんあったのと同時に、やはり必要としない人が止めてしまう現実が今でもあるからこそ、許可証がないと使っちゃいけないっていうふうにしっかり割り切って、やった方がいいんじゃないかっていう方のコメントもたくさんいただきました。で、さっき言ったパーキングパーミット制度っていうのは、じゃあ全国でやられてるかって言ったらそうではないんですね。私もそれはコメントを見て初めて知ったんですけども、まあ、平成31年の段階ではありますが、全国37の都道府県で導入されています。まあ、ほとんどは導入されているんです。で、導入されていない県としてが、北海道、青森、千葉、埼玉、東京、神奈川、愛知、岐阜、富山が、まだパーキングパーミット制度は県としてやっていないっていうのが、31年の段階ではあります。まあ、ちょっとそこからもし変わっていたらわからないんですけども、37都道府県の方々は、まあ、申請をすればその緑のカードをもらえて、まあ、ただそこに山形県とか何々県って書いてあるので、まあ、それを例えば他の県に、旅行に行った時に、もう多分使えると思うんですね。ただ、じゃあ、交付されない県があるわけじゃないですか。千葉とか、埼玉とか東京の方々が、もともとパーキングパーミット制度の札を持っていないにもかかわらず、パーキングパーミット制度がある車椅子駐車場を使おうってもし他県に行った場合、じゃあその許可証が持ってない県は、その他の県ではじゃあ止めれないのかな、なんていう疑問も浮かびました。その許可証がなければ止めちゃいけないってもしなるのであれば、やっぱり全国でしっかり同じように制度をするべきなんじゃないかなと個人的には思いました。車椅子の問題って本当にずっと言われてることだと思いますし、今コメントの中ではもうそういう考えをするのがもう疲れました。あの人は健常者なのに車椅子スペースを使っているとか、あの人の車はマークがないけど車椅子の人なのかどうなのかわからない、使いたいのに止めれないのかみたいな、なんかそういうのを考えるのがもうめんどくさくなってきました。問題提起すること自体が疲れましたっていうコメントもありました。で、実際私もそう思います。まあ、YouTube でいろいろ発信はしていますけど、問題提起を、まあ、することは大事だと思いますけど、やっぱりし続けて何も変わらないってやっぱり疲れちゃうんですよね。でも誰かが言ってくれてるから変わっているっていう現実はあります。誰かが言ってくれてるからいろんなところが便利になってるんだな、まあ、例えば全国脊髄損傷のその会っていうのがあるんですけども、そういう人たちが団体となってね、国にこういうふうに変えてください、ああしてくださいってやってるのもその一つです。まあ、特に車椅子駐車場とかに関してはその脊髄損傷の団体さんの方々もすごく動いて変わりました。じゃあその罰金かっていう話になるんですけども、資料をネットの方で見つけたので、バリアフリー法みたいなのがある中で、じゃあそれとイコールにして罰金を設けることはどうなのかっていうのを国土交通省の方に言ったら、バリアフリー法っていうのはあくまでも施設の設置管理者に対しての法律というか法なので、その中で不適切利用は個人ですね、個人に対して罰金を設けるっていうのは、まあ、その法律との性格にはなじまないんじゃないかっ
ていうこともありますし、また車椅子使用駐車場施設の不適切な利用を監視する体制を、まあ、国土交通省が独自に整備することは考えていないっていうようなコメントがありました。まあ、なのでやっぱり一人一人のモラルの問題になってくるし、海外であれば車椅子駐車場に対しては罰金制度があるらしいですが、海外のようにはやっぱり日本はならないんじゃないかなと思います。難しいですね、正直。何が正解で何が不正解なのかっていうのは分かりませんけど、私自身車椅子駐車場がなくて困るっていうことは地元の鶴岡市だとあんまりないんですよね。車椅子駐車場スペースが一つしかなかったとしても、駐車場スペース自体が広いので端っこの方に止めてしまえばとかっていうのでなんとなくやり過ごせたりするんです。またそのパーキングパーミット制度のおかげで、ちょっと言い方が口が悪くなっちゃいそうであれなんですけど、妊婦さんとか怪我した人とか高齢者であったりっていうのが全部一緒になっちゃうんですよね。なのでそうすると高齢者が多い環境の田舎であると、車椅子ではないけど高齢者としての扱いでパーキングパーミット制度がある駐車場に停めれるので、駐車場の争奪戦割合が高くなるなと個人的には思っています。イオンとか大きい商業施設、本当に大きく構えているところであれば車椅子は車椅子、高齢者は高齢者、まあ、その他の優先者、まあ、その妊婦さんであったりっていうのの区画を分けているところもあったりしますが、まあ、それほど大きい駐車場スペースを設けれない施設っていうのはやっぱりたくさんあります。車椅子駐車場の数が少ないっていうのも大変な部分でもありますし、許可書がないと使えないっていうことが、本来であればその施設側とか警備員側さんが迷わない、もうそういう判断にしかできないっていうことで決めてるっていう部分もあるそうなので、難しいですねなんか結局まとまらない、まとまらないんですけど、でも結果こういう結果になりましたと。まだその厳罰化であったり大きい大きいルールがない中の日本なのであれば、県なのであれば、その許可証あるなしとかもの判断も施設側の判断で、許可証がないとダメならもうダメで仕方ないですし、許可証はないけど本当にでも利用しないといけない人たちなのであれば許可を出すっていうこともそうだし、もう本当その時その時の判断なんだと思います。もし警備員さんとかなんかこうお店側の人がいた場合の時の話で、あとは他はいない方の方が多いと思うので、そういう時は本当に必要な人たちが止めれるように、必要じゃない方々は他の駐車スペースに止めてほしいなと、改めて皆さん車椅子スペースを取っておいてほしいなと思います。こういう問題提起って本当に体力が必要ですし、言葉を選んだりしなきゃいけないし、いろんな反感を買ったりしたりしますけど、でもいろんな人たちが気持ちよく過ごすためにはやっぱり自分だけのことじゃなくて、いろんな方向の意見を聞いたり声を聞いたりすることっていうのは大切なんだなと、私が改めてこのねアンケートを取って思いました。やっぱ自分発信からしてみたらすごい自己中なことばかり言えると思いますし、こっち側だけの目線から言えると思いますけど、こうやってアンケートの中で施設側の声とか警備員さん側のね声とかっていうのがやっぱり普段聞けないことを聞けたりするっていうのが、考えを深めるなんか結果になったなと思います。はい、という感じでちょっとあんまりまとまりないですが、皆さん今回の動画をね、見ていただいて、改めて車椅子スペースのこと、パーキングパーミット制度のこと考えていただけたらなと思います。ということで、この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。